リートン、ソッシーのラジオ歴史小話、じゃが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 、思わずシェアしたくなる歴史の話ということで、先週のね金曜日からクズな形ということで、はい、うん、はい、金曜日と月曜日、あ、月曜日じゃ、火曜日だ、火曜日を使って、ドストエフスキー、はい、こちらを紹介しました、うん。先週金曜日はね、なんか僕がその罪と罰についての熱い思いを語るという回だったので、うん、まあ、実質前回と今回ということになるんですが、うん、まあ、ロシア文学をね、はい、取り上げてドストエフスキーを出した以上は、うん、やっぱり日本からもね、うん、代表的な人をちょっと出さなきゃいけないなということで、うん、僕が選んだのは、はい、やっぱりまあこの人かなと、まあ、いろいろいるんだけどね、いろいろいるんだけど、うん、やっぱ知名度もねやっぱ大切じゃない、はい、大事ですということで、うん、はい、もうタイトル皆さんねこれ聞く前にタイトル見てる方もいると思うんですが、はい、太宰治選手にお越しいただきました、うん、パチ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 ということで、もう日本のトップバッターって感じですかね、トップバッター、はい、まあ、やっぱりさ走れメロス知らない人はいないじゃん、おりませんね、うん、これは多分ね日本国が残る以上、はい、教科書から走れメロスがなくなることはないでしょう、ないでしょうと、うん、いや本当にねそのなんだろうね、やっぱりまあ非常に太宰治っていう人は有名だし、はい、うん、何より、はい、ね調べたら、うんうん、戦後の売り上げ、はい、っていうものは新潮文庫版、うんうんうん、で夏目漱石の心、はい、うん、夏目漱石と、はい、この太宰治のね、うん、人間失格、はいはいはい、これが累計部数を争ってるんだって、おー、あ、そうなんだ、だってさ人間失格とかこの前太宰治さ、うん、あの表紙をさ、うん、先週金曜日に出したデスノートの作者、うんうんうん、原画の方ね、はい、あの絵描いてる小畑先生が、はい、表紙描いたりとかして、うんうんうん、まあ、やっぱりこうリニューアルして、でそのためにやっぱり売れていくし、ね、うん、まあ、実際面白いし、うん、僕太宰はやっぱ結構読んだんだよね、うん、あ、そうなんだ、ソッシー何読んだことある？僕走れメロスと実は人間失格は僕読んだことないですね、人間失格はない？ないですね。他は何かある？いやだから走れメロスだけかもしれない。走れメロスだけ？うん、僕はあとはね車用がやっぱり一番、ね、太宰治の中では、うんうん、車用が一番面白いかな、うんうんうん、一番好き。そうなんだ。ただやっぱり、うん、タイトルとしてのパワーは人間失格と、うん、やっぱり走れメロス、うん、まあ、走れメロスはタイトルの強さというよりかは、うんうん、はい、まあ中身も知っちゃってるからね、うんうんうん、そうね、あるけれども、まあ太宰治っていうの人をまずね、まあ、彼のクズを言う前に、うん、はい、まあ、そもそもいつ頃活動した人なのかという話をそうねしたいんだけれども、うん、はい、まあさっき夏目漱石っていう人を名前出したじゃない、うん、はい、夏目漱石っていう人はの心と、うん、太宰治の人間失格発行部数競い合ってるということなんだけれども、うん、夏目漱石は明治の人、明治の文豪だわな、うんうんうん、はい、でそれに対して太宰という人は、うん、まあ、生まれは明治なんだけど、はい、明治末期1909年、だから明治の記憶なんて多分ほとんど残ってないだろうね、はい、彼、うんうんうん、でその後青春時代を大正過ごし、昭和になって以降、はい、1933年頃からね執筆活動をしていったと、おー、いうことなんだけど、まあ、最後、うん、彼は、まあ、これは結構リスナーの方もご存知の方多いと思うけど、太宰治は最後、はい、まあ、愛人と言ったらいいのかなの人と、まあ、受水自殺して、まあ、死んだと、自殺して、うんうん、1948年、満38歳で没しているので、はい、39歳の誕生日の6日前にね亡くなってるから、うんうん、まあ、もう僕太宰の年超えちゃったわけですよ。なるほど。今39歳超えてますから。じゃあ太宰だったらもうお生きになられてる年ですね。そうなんだよね、うん、で、まあ、そんな太宰ですが、うん、今申し上げました通りですね、はい、彼はまあもともと自殺を何回も繰り
返す自殺未遂をね、うん、何回もしてたりとかするんだけれども、うん、やっぱり彼のそのそもそものベースのところには何があったんだろうね、うん、何があったかっていうのは分からないんだけど、すごく、はい、承認欲求が強かったんだろうな、お認められたいっていう、うんうん、なんかそれでその承認欲求が満たされないあれが自殺未遂とか薬物中毒とかに流れ込んでしまったのかなっていう気がするんだよね。もともと11人の子供が、うん、兄弟がいて、はいはい、まあ、10人自分も入れて11人兄弟がいて、うん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 、6男、はい、で10番目、うんうんうん、で実家はなかなかのお金持ちだったんだけれども、うん、まあなかなか成績がね良くて開校以来の秀才とかって言われていたんだけれども、うん、はい、まあ、やっぱりね、まあ、体が弱かったりとか、まあ、あとはいろんなそのお父さんがね早くに、はい、自分が14歳とか15歳の時に、うん、お父さんが亡くなっちゃったりとかして、うん、ということもあり、まあ、そんな感じで、まあ、いい成績とかを取ってたんだけれども、なんかやっぱり、うん、はい、うーん、満たされないものがあったのか、うん、小説と巡り合い、はい、その小説を自分も書こうと志していくんだけれども、うん、まあ、結構称賛されるしいいものが残ってるんだけど、うんうんうん、芥川賞とかがね取れなかったんだよね。で、当時の巨匠である佐藤春夫さんとかね、うん、詩人としても有名な佐藤春夫さんとか、うん、川端康成とかに手紙を書いて、はい、くれと、うん、芥川賞くれと、うん、どうしても欲しいんだと、うん、いうことをね言ってアピールしたりとか、すごいアピール、もうアピールじゃないですか、もうアピールをしたりとかしてという、まあ、それででもね作品も認められていたにもかかわらず、うん、最終的に受水自殺して玉川上水でね、うん、亡くなってしまう、はい、ということなんですが、うん、じゃあそんな彼のどのあたりがクズだったか、うん、ほう、まあね、今ここまでの範囲だと、まあ、そんなにクズ感はあんまり感じられません。そんなにクズ感ないよね、うん、ところがまあやっぱりね女性関係が、あ、なんかドストエフスキーのなんかイタリア旅行が始まりだったかのような、なんか太宰にもどこかその始まりのなんかひとときがあったんですかね、女性関係の中で。だからそこ女性関係でね、うん、こう、うん、おもつれ、そこまでクズじゃないのかな。なんかドストエフスキーと比べるとそんなにクズじゃないけど、ただ女性関係はむちゃくちゃよ。うんうんうん。やっぱりね、あのお見合い結婚して、うん、お見合い結婚します。はい。子供が生まれますと。うん。うんうん、子供が生まれるんだけれども戦後、うん、はい、愛人一人目作って、はい、でその愛人との関係とかそういうのをモデルに社用を書き、で1948年にはまだねその別の愛人作って、うん、はい、この愛人さ、今ウィキペディア見てるんだけどさ、写真残ってるんだけど、うん、なかなかお綺麗、はい、な感じで、うんうん、はい、素子も見たらいいと思うけど、うん、っていう感じで1948年一緒にね、うん、こう死んだということなんかね、その巨匠たちに自分の作家も認められたしね、まあ、でも芥川賞はもらえなかったしということで、なんかあんまりそんなに、なんかクズのイメージがすごく強かったんだけど、あれはそれはあれかな、だから最初に昔その女性関係でぐちゃぐちゃしたっていうのを、まあ太宰のさ社用とか人間失格とか読んだのも高校生の時だからさ、いけないこんなことは、一人の人を愛さないなんていけないみたいな、そういう
なんだろう、はい、僕の正義感が強く残って、うん、太宰はダメなやつだみたいな記憶が残っちゃってたのかな。あとは、まあ、昔の偏見だけれども今はそんなことないけどさ、うん、自殺ってなんか弱い人がやるみたいなさ、うん、あるじゃん。本当はそんなこと全然なくて、はい、どんな人でもさ、うん、あの病気、体が強かろうが弱かろうが、うん、病、がんに侵されるときに侵されるのと同じように、自殺に対するさ、ね、誘因っていうのはさ、いろんなものがあるから、別に、その、個人の強い弱いとか、そういう問題じゃないはずなんだけど、うん、なんかその辺もあって、まあ、当時しかも高校生だったからね、うん、なんか。リトンがね、読んだときのね、うん、年齢が。その、なんか、うん、やっぱり、あとスッカってのはやっぱりダメなやつなんだなみたいな、うん、なんかそういう風に思い込みたかったっていうのがもしかしたら強かったかもしれないけれども、まあ今喋ってて改めて思ったけど、うん、まあさ、ドストエフスキーがのエピソードがインパクト強すぎるだけで、冷静に考えたらさ、うん、普通に今だったらもう文春砲を受けてる内容だし、まあ、やっぱり、まあ、太宰も、うん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 、人間失格っていうことでいいんじゃないかな。いやそうですよ、あの一般レベルから比べたらはるかにあの上をいってるクズ感はある、ね、そうだね、うん、だけどやっぱりそれがなんか作家であればその表現ってものに落とし込まれて、まあね、あのそれが明確になりますけど、まあ、ソッシーの中にも多分クズあるし、リートの中にも多分あって、いやいやあるよ、うん、ソッシーはクズだよ、ね、いやクズ感があるっていうのは僕だけの話じゃないって話してるじゃないですか。ああそうだ、僕だけの話、ごめんごめん、そうそうそう、すっかりすっかり、まあ、ソッシーは結構ドストエフスキークラスかな。ダザイの上をいく、いやなんかソシトエフスキーさんと今度から呼びたいと思いますが、うん、はいはいはいということで、ソッシーの機嫌も悪くなりましたので今日はこれぐらいにしたいと思います。しておきましょう。はい、皆さんここまでラジオ歴史小話お聞きいただきありがとうございます。お相手は私リートと、ありがとうございます、ソッシュでした。バイ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 、また来週。ラジ歴をお聞きいただいている皆さん、いつも本当にありがとうございます。ラジ歴ではこのメインチャンネル以外にもですね、日曜ラジ歴や新聞解説ながら聞き、日本史総復習編の全エピソード、こちらをラジ歴会員サイトの方で公開しております。ぜひこちらの方のね、会員サイトにも皆さん登録していただければと思いますので、概要欄の方に会員サイトへの URL、 登録方法、こちらを記載しております。メールアドレスがあれば登録誰でもどなたでもできるようになっておりますし、お聞きいただく際にはですね、ブラウザ経由とはなりますけれども、インターネット環境があれば皆さん聞くことができますので、ぜひ会員登録の方よろしくお願いします。